いて、ちょっと今日いろいろ考えてたんですよ。さっきちょっとツイキャスやって、でも投げ銭がね、どんくらい ?1 時間ぐらいかな ?1 時間やってないかなぐらいで、4500円ぐらい来てて、みんなが投げてくれた金額で言ったら多分6、7000円ぐらいとかかな。1時間で4500円ぐらいとか来て、多分1時間ぐらいだったと思うけど。なんか、本当ニコ生ってどれだけ稼げないんだろうと思って、まあ投げてくれた人がいるからなんだけど。ニコニコなんてほとんど投げ銭飛ばんし、まあ4割だからっていうのもあると思うんだけど、ニコニコなんて1時間やって多分500円とかだからね、来場者に。まあプラス投げ銭が追加されたら、それにプラスされるけど。ここまでひどいとは思わなかったか。いや、正直予想はしてた。クリショーの水準下がってたし、予想はしてたんだけど、で、今日さ、なんかポコチャってサイトがあるんですよ。あ、うまっ。ポコチャっていうサイトがあって、そこがね、なんかトップの人はなんか1ヶ月600万稼いでるとか、本当か知らんけどコメントがあって、本当かよと思ってポコチャ調べたら、なんかトップライバーになるとポコチャの中の、なんか時給2万とかもらえるらしい。で、1日4時間まで時給もらえて、時給2万とかいくらしいんですよ。で、2四が8で1日8万とか稼げるらしいよ。で、プラスなんか投げ銭が、プラスされるらしくて、よくわかんないね。若干ね、調べてみたんだけど、まあ、正直やってみないとよくわかんない。なんか収益のシステムが完全にわかんなくて、多分わかりにくくは、運営がね、わかりにくくしてるんだと思うんだけど、多分やってみないと感覚がよくわかんないっぽい。ニコ生に言ってる。いや、ニコ生もやるけど、正直ニコ生稼げないんだよ。マジで稼げない。結局あれなのかな?投げ銭もらわないと稼げないの?ポコチャって。わかんないね。来場者とかで稼げるわけじゃないよね、多分。来場者と投げ銭って感じなのかな?詳しくは書いてないんだよ。いや、多分詳しく書けないんだろうけど。アイテムありがとう配信になるの。結局アイテム投げられないと稼げないのか。働こうってならないのか。だから何回も言ったけど、俺が働けるわけないやろ。こいつ性欲と金だけ買って。いやいや、だから、普通に稼いでいかなきゃダメでしょって。俺が本当に金だけだったら、ふわっちやってるでしょ。ふわっちやら稼げるんだから。金だけとか言われるけど、金追求するんだったら、ふわっちでやってるわ。ふわっちをやらないで、どれだけ稼げるかっていうのをやってるわけ。一番稼げるサイトをやらない。わかってる、お前。俺が本当に金を追求してたら、ふわっちやってるっつうの。ふわっとやらないで、どれだけ稼いでいけるかっていうのを、今模索してるわけですよ。金とか言ってくれよ!お前よ!あ?金追求するんだったらふわっちゃってんだろ、ゴミがよ!
人気配信者は金かねってのはうるせえんだよ、クソがや。なおだったら YouTuber の光とかだって、ね、金で物を言わせて、ね、人気得てるじゃないか。うん。金使って金稼ぐのさって言ってるだろうが。それはどうだ、はい、はい、論破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 。超人気、超絶人気、ガチの芸能人レベルのトップ YouTuber が言ってんだけど、はい、論破。え？